自己紹介させていただきます。はい、アイカルトアタイのゴロポチです。ポチちゃんでください。せーの、はい、シチュー担当さんゆきです。ゆきちゃんでください。せーの、ゆきちゃん。はい、それでは早速ゆきちゃんはお着替えの方に行ってこみます。はい、行ってらっしゃい。はい、じゃあ残りのメンバー自己紹介します。はい、紫の担当萩野翔です。ゆきちゃん。はい、ピンクの担当マネミルキーウェイです。生誕祭なんでね、ゆきちゃんの、ね、性格を知ってる方はね、分かると思うんですけど、めちゃくちゃ緊張してます、あの子。だからすごい緊張してると思うけど、みんなすごい温かい目で見て応援してあげてほしいなと思います。でね、今日はね、最高に一日、最高の一日をねしていってもらえたらなと思うんで、みんなでたくさんゆきちゃんをお祝いしてあげましょう。でね、ゆきちゃんがね、今ちょっと衣装に着替えてるということなんでね、レスポムちゃんからね少し告知をさせてください。はい、絶望のポメラニアン、今5大都市ツアー中です。次回はファイナル広島、クワブクワトロさんにてワンマンライブを行わせていただきますので、そちらぜひお越しください。と、4月14日はポメラニアン4月の遠征岡山ございますので、そちらもぜひお越しください。お願いします。それぞれ乾杯したい気持ちなので、ちょっと買ってくれたら嬉しいね。はい、夜も100枚ですね、1人ずつ。はい、全員ね、クワトロみんな本当にここにいる方全員来てほしいです。せっかくね、今日皆さん初めて見たよって方もいると思うんですけどね、初めてコメ見たよって方とかいますか？まあ、なんか何人か嘘を言うけど、なんか多分初めて見た方とかもいると思うんですけど、今日はね、せっかくの出会いなんで、よかったらね、ぜひポメちゃんの大事なライブ遊びに来てくれるとね、本当に嬉しいです。なんか、はい、何ですか？ぜひポメちゃんね、今回今日で5人目の生誕祭になるんですよね。5人目。でもどう、なんか5回目の生誕祭だけど、やっぱまだ緊張する？全然緊張するし、まあ、ゆきちゃんが一番とんでもない緊張の仕方するけん。そうなんやね。そう、なんか逆にそれで和らぐみたいなところはある。暴れ方がすごいんだよね。そう、うん、叫ぶけん。うん、そうなんや。死んだんかってくらいの叫び声上げるけ、リハの時からすごかったからね。なんかゆきちゃん眼力エグいよ。眼力エグい。眼力目力やばい。もう目力、いや、もうゆきちゃんが一番にこの中で目力半端ない。それではゆきちゃんお着替えできたということでね、早い。みんなで名前呼んでみてください。せーの、ゆきちゃん。すごい、なんか巻きながらもめっちゃ喋ってたもんね。
モンスターだみたい、うん、じゃあせっかく、まあ、衣装着替えたんでゆきちゃん、あ、はい、あ、早速いきますか。はい、じゃあここから、全体カバー曲に入っていきます。見てください、恋愛結果いきます。
からポッピーから出席番号2番のポッピーから行かせていただきます。はい、はい、誕生日おめでとう。ありがとう。これはね、中身あれなんですよ。もうゆきちゃん髪の毛が、まあ、見てた通りサラサラツルツルなんですけど、もっとサラサラにしたいなと思ってリファのねブラシにしました。ありがとう、ありがとう。あとねメイク道具欲しいって言ってたのでプラスで入れてもらう。ありがとう。いつも頑張ってるのでね、あのたくさん今日褒めてあげてください。おめでとう。ありがとう。はい、3番海が、なんかゆきちゃんいつも鏡持ってるんやけど、なんかめっちゃ光るんよ。ピカピカのなんかすんげえ重そうなやつをいつも持ってるから手鏡にしました。あとゆきちゃんね、スマホになんかチャームがつけれるやつをこの間までつけとったんよ。でいつもやってる時にスマホがないんです、スマホがーって挨拶して出ていく前に言うから、あ、じゃあスマホなくさんように、あの何あのかけれるやつ首から、もうシナモンのやつ。あ、いきました。おめでとうゆきちゃん。ありがとう。だからもうすくすく育ったね。ありがとう。はい、ミルキーからはシナモンのバッグと、うん、なんだったっけ、え、あ、靴下。はい、どうぞ。ありがとう。え、開けてほしいかも今。うん、あのゆきちゃんが背負ってるやつ誰かあげたんだよね、多分なんかモコモコの誰かあげたやつなんだけど、ちょっとこれ変えてもらおうかな。なんかゆきちゃんのさバッグさちょっと汚れてたんだよね。ね、バカさなバカさな。衣装とかもね白やけんめっちゃ汚れ目立つから。あ、シナモン、かわいい。シナモン先輩を恩師財閥にあの差し上げました。使ってください。ありがとう。おめでとう。おめでとう。そう、シナモン。大丈夫そう。大丈夫。え、なんかさ、みんなさ服あげるのかと思って服にしなかったんだけど、みんな服じゃないもしかして。はい、ということで私はあの言ってた、私はあの本人が欲しいものをあげるタイプなので、うん、欲しいって言ってた漫画セットです。めっちゃ嬉しい。ありがとう。え、ちょっとゆきちゃんちょっとここで言うけど、ちょっとエッチなの最近好きだよね。クロエッチなの好きだよ。確かに。なんかエッチな漫画読み始めたんでちょっと気をつけたいですね。やっぱね17歳だからね許されるよ。いくらでもねエッチなもの見てください。すごいこのタイミングだと知りづらいね。私からはなんか最近ゆきちゃんめっちゃメイク頑張ってるんですよね。なんでハイライトとかしてみました。なんかいろんなカラーのタイプのハイライトなんかな、わかんないけど、なんか使い分けができるタイプでめっちゃ見た目パッケがばっか可愛いんで、これでメイクいっぱいしてください。おめでとう。おめでとう。ということで、生体院さんからもプレゼントあるみたいなんでよろしくお願いします。よいしょ。アルバムいただいたのでここで、集合写真を撮りたいと思います。今日出演してくださったアイドルさん、よかあのステージの方によろしくお願いします。後ろの、ね、方に、ね、いるお客様もね前の方にたくさん詰めていただけたらと思います。Yeah.
どうしよう、とりあえずワンマンやりますわ。ワンマン。じゃあ絶望のポメラニアンのいつものポーズを皆さんお願いします。犬のポーズで。じゃあ皆さん準備大丈夫ですか。いきますよ。はい、撮ります。3、2、1。もう一枚撮ります。いきます。3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあなんかせっかくなんでゆきちゃんからなんか言葉もらいたいなと思うんだけど大丈夫？いきます。ごめん。今日本日、改めて本日はさよゆきセンター2024年にお越しいただき本当にありがとうございます。いやなんかめちゃ全グループさんも豪華でめちゃめちゃ多くの方が集まってくれてめちゃ本当に嬉しいです。こんなになんかよくしてもらって大丈夫なのかって思ってるんですけど、なんか自分アイドル始めて、もともとアイドル好きで、でそこからアイドルオーディション受けてなったんですけど、まあなんか何だろう、予想してたよりもやっぱ辛いこととかもあったんですけど、いろいろだけど、いやもちろんめちゃめちゃ楽しい、めちゃ楽しいけど、まあ、辛いこともあったんですけど、なんかやっぱね、ここまで続くと思わなくって、なんかやっぱこう続けられるのってみんながねすごい応援してくれたりね、肯定してくれたりしてくれたから、やっぱここまで続いたって思うので、皆さんには本当に感謝しかないです。ありがとうございます。まだなので、これからもっともっと成長していけたらいいなって思います。ねめちゃおめでとう。なのでこれからもよろしくお願いします。じゃあ待ってください。ここからね、ちょっと一曲ソロ曲をやらせていただきますね。よし、じゃあ聴いてください。わざとあざとエキスパート。
君は魔女で、君ながら目が